はい、バイトどうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回はチョッパー、グレーブンアングレッサーを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。なんか革張りのような、木製のような感じの銃でね、なんか古代の戦いみたいな感じのね、絵柄が書いてあるけども、なかなかかっこいい銃だな。カスタムはこちら。命中率、射程距離、操作性を上げて、機動性がガーパー下がってますね。まあ、動くのはかなり遅いけど狙いやすいっていう感じのカスタムなのかな。バレルにヘビーチョッパーでマズルにライトコンベンセーターが入ってるから、まあ確かに命中率と操作性と射程距離は上がるわね。うん、しかも弾薬が150ラウンド入ってるんでね、自分みたいによく外す人にはかなりありがたいカスタムですね。まあこのチョッパーのね、グレーブンアングレッサーのカスタムがこれなんでね、このカスタムのままちょっと遊んでいきたいと思います。ではまいってみましょう。レッツラゴー。はい、バシャヌクタウン行ってみようぜっていうことで、ナイフでダッシュ、コンカッションをちょっとね、あ、しまった、ごめんね味方さん、トラックの風で当っちゃったよ。コンカッション、やっちまったな。よっしゃ、ここから出てくるやつをとりあえずやっつけたいところ。あ、狙いやすいね案外。まあまだ近いとこだから狙いやすいのかな。あ、しかもこれサイトのあのフロントサイト緑にちょっと塗ってあるね。ほう、これはいい感じだな。ただもともとのフロントサイトちっちゃいからねちょっと見にくいかな。でも緑ついてる分だけマシかな。一応まあ弾薬を変えまして、あ、上にいる、上にスライパーで、あー、オッケー、倒して左倒して、ほんでもってハンターキラードローン発射。当たるか、おい。あー、当たらなかったね。ここでちょっと転んでようか。来るかな。おお、いきなり目の前、足打ちまくって倒して、あ、2人倒してた、ダブルキルついてたよ、びっくり。で持ってセントリーガン、おお、はい、腰ダメで粉砕。で持ってよいしょと、ブラスター落としときましょう。これで向こうの道は通れなくなってるはず。どうかな、通ってくる人はいないでしょ、いくらなんでもこんだけボコボコ落ちてたらね。あ、真ん中いるね。え、ここの壁ってあんま抜けないのかな。あ、オッケー、倒して、ほんで、あ、弾数ちょっと少ないか、どうしよう、まだいけるか、まだいけるかな。あ、こっち倒して、うわ、あと一発しかないね。オッケー、打ち尽くしたね。リロード、まあ、セントリーガンがまだ生き残ってるから大丈夫。はい、倒して、ちょっとエイムがずれてるね。あっちゃっちゃっちゃ、撃たれちゃった。いや、ハンドガンかよ、ハンドガンやられんのか、LMG。いや、厳しいな、ハンドガンも構えるのも早いし、撃つのも早いからね。こんなもんで撃たれちゃっちゃね、持ち上げるのが重い、こういう銃は厳しいな。いや、まあ、今、2人倒して、前に進んできたけども、はい、倒して、倒して。またダブルキル取って、あれ左来てる、あ、だだだだ、うわー、しまった、ハンターキラードローンを装備してたから投げる妄想の時やられちゃったね。ハンターキラードローン発射。いや、ハンドガンきついなぁ。いや、ほんとサブっていうような感じじゃないんだよな、ハンドガンもうメインのとこに入れたらどうだ、ハンドガンいつも思うんだけどあの強さでやられたらきついよね。うわー、しまったー、やられちまった、ライトニングでやられたね。さあ前進しましょう。まあ今ライトニング打ったからすぐに次なんか大物が来るってことはないでしょう。おお、ああ、やられちゃったよ、またハンドガンに打たれちゃったね。いや、どんだけハンドないんだ、あのハンドガン。さあ上に上がっ、上に上がって、こっから撃ちましょう。どうせ角待ちしてね。おお、その角待ちの前に窓待ちしてたね。で、持って撃って、弾数にね、物を言わしてね。もう、弾数こそ正義ということを思い知らせてやりましょう。よし、撃ちまくって撃ちまくって。もう当たらなくても撃ちまくる。あれ？スナイパーか。え、スナイパーの人いたっけ？変えてきたのかな、あいつ。まあいいや。倒して、あ、誰か倒してくれた。オッケー。さあ、犬来たけども、どっち、あ、味方の犬だね。そんなの火炎放射器か。壁抜いてるけどあんまり当たんねえな。あ、やられちゃった、前の味方の流れ弾だなこれ。うわー、きっついね。ん、終わったかな。はい、勝利、50対 43GG。
MVP いただきました。ありがとうございます。やはり球数こそ正義。いやでもハンドガンにあんなに簡単にやられちゃう LMG ってね、普通に LMG とか打ったらもう肉片になっちゃうと思うんだけどね。ほんと はい、レートは81でした。味方さんにいいねを入れてどうもありがとうございました。いやーこれチョッパーなかなか良かったな。自分のカスタムとよく似てるからかな。はい、相手方さんにもいいねを入れまして、戦績の方を見ていきましょう。どうかな。21キル6です。2アシストでした。あ、お仲間さんも結構打ってくれてますね。いやーよかった、なんとかチームでね勝てましたよ。はい、どうだったでしょうか。チョッパーのグレイブンアングレッサーなんですけども、まあ、カスタム自体は自分がねいつも使ってるカスタムに似てるやつだったんで、それで扱いやすかったのかもしれないですね。まあ、もうちょっと違うカスタムなんですけどね、自分のやつは。ただまあそこに遠からずっていう感じだったんで、やっぱ結構歩兵コンペンセーターとかライトコンペンセーターっていうやつとか、ああいうマズル系がね、最終的に効いてくるような気がするな。あとまあバレルはね、まあ、ヘビーチョッパーだったけども、もうちょっと軽いバレルでもいいんじゃないかな。まあ1個余ってるとしたら、これだけ安定してるんだったら普通にサイトつけてもっと打ちやすくしてもいいと思うしね。レッドドットサイトよりかはタクティカルとかの方がいいのかな。これでサイトもどっちがいいかっていうのもね、結構銃によって違うと思うんでね、難しいところですけども、まあこの銃に関してなんですけども、これはね、あれチャレンジパスのチャレンジストアで、コインだったかな、で交換できるんですけども、30枚貯めたら交換できるんで、もしよかったらね、皆さんもチャレンジパスの方を覗いてみてね、コインが貯まってたらね、ぜひ引き換えてみてね、使ってみてください。まあそこまでしてグレイブンアングレッサーはっていう方がいらっしゃったらね、まあいつも言うようにこのカスタムそのままね自分のチョッパーに持っていけば全くね銃の性能は同じものになるんで、それで楽しんでみてください。ではまた次回4待て。